人から言われたのよ。午前5時に駅で待てと、知らない町へトランク下げて、一からやり直すのだと。はい、今日も外ロケでございます。まあ、いろいろ歩いてて思ったことはですね、ディープスポットは人が多く住むところに発生するのだなということを思いました。なんか人が少ないところに行ってみたのですが、あまりディープスポットっぽい街並みが見つからず、結局最初予定していたところとは違うところで見つけることができました。なんか経済と街並みとの関係というものを真剣に調べてみたくなったのですが、自分で調べるのは面倒くさいので、誰か調べてくれると嬉しいなと思います。